もしもし、私、中央児童相談所の西野と言います。あんた遅いんだよ、電話が。何時間待ったと思ってんだ。あんたら、出てってよ、出てって。そんな、安田さん、先日このケースはこのまま西野さんがやるべきだと思ってますけど。仕事しばらく休んでみたら。一人で辛そうにされてるとこっちも辛いの。ひなちゃんの耳の裏にあざが見つかりました。これについて何か知ってることはありますか？いや、俺は。あの、少し待ってください。私とは嫌かもしれないんですけど。そうだ、大丈夫です。そうだ、どこやったの？ゆうこさん、どこ行っちゃったんだよ。